すごいなんか唐辛子がたっぷりな感じですが、これどういった料理になるんですか。これね、実際は水は使ってないんですよ。水はほとんど使ってない。自家製の山椒オイルでそれと寝かして、その香りが全部移してから、で山椒全部出す。でその料理はこのオイルは使うんです。この料理は私の大好物で、食感も滑らかで、白身魚って崩れやすいじゃないですか、そういったことは全くなく、しかも味はしっかり染み込んでるので、紹興酒とかはどうなんですか。紹興酒は実は南の方で飲まれているもので、そうなんですか。あの中国全土の人がみんな紹興酒飲んでるっていうイメージが実はそうなんですね。そうなんですね。マイナーな方で、基本セットにはやっぱり白酒と呼ばれてる、あの蒸留酒がまあ主流ですよね。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もゲストにはですね、陳家主菜のオーナーシェフ陳万有さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。どうも、はい、こんにちは、よろしくお願いします。今回の企画はこちらです。陳オーナーおすすめ陳家主菜絶対食べてほしい5品。これは知りたい。元祖刀削麺頂点石焼き麻婆豆腐はですね、ご紹介したので、まだ見てない方はちょっとそちらをご覧いただいてですね、その他にもですよ、まだまだね、陳オーナーおすすめの料理があるんで、その中でも絞りに絞って5品今日紹介するので、皆さんこれ見た後陳家主菜ぜひ行っていただきたいと思います。はい、はい、ではですね、はい、ちょっとあゆみさんも帰国のための準備してください。はい、皆さんメモの準備はよろしいですか。じゃあ早速ですが、まず最初の一品目、陳オーナー教えてください。まずですね、はい、激辛、魚の、太身っていうあの料理ですね。これ大好き、よく注文しますよ。すごいなんか唐辛子がたっぷりな感じですが、これどういった料理になるんでしょうか。これね、実際は水は使ってないんですよ。水は使ってない。自家製の山椒オイルで、はい、それと寝かして、その香りが全部移してから、で山椒全部出すんです。でその料理はこのオイルは使うんです。低温調理法っていう調理法あるんです。じっくり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 弱火じっくり入れる。そうで、その魚はですね、卵の軟白、それ全部あの下調理あるんです。そこは調理しないとこのお魚美味しくないんですよ。生臭いだし、ボサボサになるし、だからそこも技術ですね。滑らかのあの美味しさ出るんですね。魚の種類は何なの。ハラですね。ハラ以外は使わないんですか。使ってない。あの中国の場合結構川魚使うんですよ。はいはいはい、コイとか、はい、スズキとか、それはよく使うんですけど、はい、ただ日本人の方は結構生臭いはあまり使わないんですね。ねえ、ユウさんはやっぱりもうよく食べられてるんですね、これは。この料理は私の大好物で、陳家主菜さんの全てのメニュー多分全制覇してますから。すごい、これ客観的な意見をね、陳さんがおっしゃったように卵白を、絡めてるので、非常にですね、なんていうの、食感も滑らかで、白身魚って崩れやすいじゃないですか、そういったことは全くなく、しかも味はしっかり染み込んでるので、実際こう写真のようにね、唐辛子いっぱいあるんですけど、唐辛子はまあ飾りみたいな、もちろん香りとかそういった仕事もしつつ、でも実際食べるのが白身魚の方でね、はい、で白身魚の方は皆さん想像してるほど辛くなくて、でもしっかり香りとかね、あの、出てるのでめちゃくちゃ美味しいです。食べたい、ぜひしょうこちゃん今度、ね、
行ってください。お願いします。食べます。食べます。一緒に行きましょう。打ち上げ行きましょう。行きます。行きます。はい、わかりました。では続いて2品目は何でしょうか。マーラー焼き鳥鍋っていう。ほう。日本の焼き鳥全然イメージは違う。どんな感じですか。結構香辛料を使ってて、東北の阿部鶏あるんですよ。そこの鶏を使ってて、結構中の旨味がよく出るんですね。さらに香辛料と当然豆板醤とかも含めて、豆板醤も使用してますから。あとコーチちゃんとかそら豆使っての甜麺醤はなかなか日本は使ってないけど、そら豆を使った甜麺醤、そう、結構高級の甜麺醤、そういうのが僕独特のルートを入ってるから、前だけじゃなくて旨味あるから結構美味しいんですよ。え、なんすか、焼き鳥って言ってることは一回焼いてるものをなんか、いや全然全然、少量の油で炒めする、ちょっと焼いて、そう、中国で焼き鳥っていう。そっか、そうそう、そもそも焼き鳥の定義が違って、そういうことなんだ。そうですね。ただ四川の方はそういう焼き鳥はやっぱりこういう焼き方、少量の油でこう焼いたり、そういう、どうですかね、陳さん的には香りとなんか食感を味わってほしいという感じ。鶏自体は美味しいですよ、ね、うんうんうん、それが日本の鶏で使ってるので、さらに中国の香辛料、四川の香辛料で一緒にあっていうコラボレーションみたいな、日本の一番いい鶏肉と、はいはいはい、中国いい香辛料を使って、まあ、中国四川でもその味はないんです。たくさん四川の方々、なんでこんな美味しいんですかって聞かれたら、やっぱりここは鶏は美味しいから、この鶏は美味しいから。なるほど。四川は多分そういう鶏使ってない。はい。わかりました。香辛料もいい香辛料使ってる、結構人気ですよ。女性とかすごい。にも大事。なるほど。そう。ユウさん的にはどうですか、あの焼き鳥鍋は。もう、あのお酒どんどん進みますね。あ、そういう感じ。お酒が、うん、私が鎮火司祭で食べるときはもう最初おかず全部もう お酒のつまみにして、最後の締めは刀削麺というコースで。なるほど、なるほど、なるほど、途中に降板する感じ。辛さもそうなんですけども、うん、決して皆さんがもう辛すぎて食べられないというわけじゃなくて、じわじわ後から来るんですよね、うん、少しずつ自分のこう耐えられるあの能力も育っていくので。やそういうのがあるんですね。だんだんやっぱり中毒性があってね、うんうん、今回はまあ汗だらだらかもしれないけど、次回は、うん、あもう大丈夫みたいな、そういうところもあるし、味本当に味が複雑で、うん、中華のそのスパイスの上手な使い方と日本の優秀な食材と組み合わせをしたらね、本当にね無敵ですよ。またりょうゆうさん、うまい説明がうまいな、うんうん、食べたくてしょうがないんだ。もう食べたくて、もう行くしかないでしょ、うん、もう行くしかない。この収録がなんか地獄のように思う、なんでお腹空かせるだけなんだろうと思って、もうだってさっきからなんか赤いダイヤモンドに見えてくるんだよね、あの汁がね。それぐらいないんか美味しいんだよ。そうそうそう、輝いてます。はい、わかりました、うん、ありがとうございます、はい。では続いて3品目教えてください。あの新鮮ホルモンに15種類香辛料で炒める。うち冷凍の豚肉とか冷凍の内臓は使わない、全部朝一で直接この工場行って直接おろしてますから、だから全然臭みなくて新鮮です。全然味違いますから、はい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 、これめっちゃうまそうだ。これ美味しいですよ。僕個人的にも大好きです、うん、結構ホルモンっていうのは内臓ですから、うん、タンパク質が多くて、うまみは全部あの中いっぱい入ってる。たくさん種類入ってますよね。そうそうそう、レバーからなんかミノとか本当に、まあ、レバー入ってないけど大腸でも色の部分あるから、うんうんうん、小腸とか大腸とか色の部分、うんうん、色の部分入って一番いいところ全部持ってる。これはたまりませんな。あいつさんとかいかがでした今の。ホルモンスパイスと絶対合うと思うから、うん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 、ぜひ食べてみたい、うんうん、ねえ、ね、しょうこちゃんいかがでした今の。
私あのホルモン、まあ、ちょっと臭みがあったりとかするから、うん、あんま得意じゃなくて、うん、なんですけどさっき聞いたもう朝に仕入れてきて冷凍とか使ってなくて新鮮なやつですとおっしゃってたんでもう、うん、ぜひ食べてみたいです。そういうことなら、ねうん、いやもうわざわざあそこに書いてるってことはね、はい、チンさんがもう新鮮なんだっていう、ねうん、気持ちが入ったネーミングだなっていうのがよくわかりました、はい、ゆうさんいかがでした。もうね酒好きには、うん、たまらないそこにたどり着きます、ねうん、全部酒のつまみとしてねこれ相性があまりにも良すぎて一口食べてはまたお酒入るしお酒入ったらまた良いお酒とまた合いそうだな、ね、もう質問、うん、ゆうさんあの酒何を飲まれるんですかこれ食べるときは。まあいろいろビールから中杯から、うんうんハイボールとかね、あとチューブのお酒もまた何でしたっけ、バイジュ白酒って書いて白酒って書いてバイジュ、はい、すっごい合うんですよ、うん、へめちゃくちゃ強いお酒があってそれがなんていうかな、うん、辛みを一回掃除してくれる感じがあって舌をリフレッシュする感覚でなんかだから僕が食べた時はビールだとねなんか薄いのビールがもう、うんうんうん、中華料理に比べて味が薄いからなんか、ダメで、バイジューとかの方がむしろしっくりきながらまた料理もフラットに食べれて、すごい美味しいなと思って。だから逆にワインとかも合うかもしれない。ワインも今中国ワインもいっぱい出てます。ありますよね。すごい合うなと思って。紹興酒とかはどうなんですか？紹興酒は実は南の方で飲まれているもので。そうなんですか？中国全土の人がみんな紹興酒飲んでるっていうイメージが実は違うんですね。そうなんですね。マイナーな方で、基本全土にはやっぱり白酒と呼ばれてる、あの蒸留酒が、まあ、主流ですよね。へー。から食べる時もビールはイコール水ですから。そうね、なんかそんな感じがすごい。そんな感じ。ちょっと物足りない感はなんかすごいある。四川のやつだとね。そう。うん。いや、あゆさん、いい質問だと思いました、今。うんうんうん、意外とわかんないもんね。うん、わかんない、うん。その国の料理に合うお酒はまたあるんですよね。日本酒はやっぱりお刺身にはそう、ね、中国の白酒はこういうね、情熱のあるあの中華料理とぴったり合うんですよ。相性がいいんだよね。いや、なんかその辺すごい勉強になって、俺も。勉強になります。うん、ね、行きましょうね。もうますます行きたい。行きますよ、多分。さあ、続いてチンさん、何でしょうか。牛系鳥っていうあの料理ですけど、四川省の中にこういう日本のあのルーハみたいな感じあるんですよ。牛パンズクというあの牛系近くとか昔あの塩で商売してるのがあって金持ちの人いっぱいいて、全部家で自分の国産で読んで、そこであの競争してるんですよ。うちの国産、うちの家の料理うまいよ。それはルーハーできたんですよ。円パン作っていうのがあるんですよ。そういうことだ。上ルーパンとか下ルーパンとかいろいろありますよね。そこで今回使ってるのは上ルーあの上ルー円パンっていうあの料理ですね。結構あの骨とか豚の牛の骨とか牛の内臓とか煮込んで、そこで香りつけてからそのスープで香辛料はそれに炒める。結構スープは美味しいんですよ。スープも食べるやつなの。香りいいんですよ。あの牛の内臓の香りはすごいあるんですよ。鳥のどの部分なんですか。一羽丸ごとみたいな感じ。鳥は親鳥で使ってるんです。実際肉は若鳥使ってるけど、この親鳥は牛の骨と牛の内臓を煮込んでスープ用で作っあのスープ用で。あこのスープだけ調理するんですよ。だこのスープ半分入ってるじゃないですか。そのスープはすごい旨味あって、その香辛料と一緒に合致するとすごい香りとスープの旨味が出るんです。そこでさらに鶏肉で調理してから入れる。香りがいいんですよ。香りと旨味、まずスープ飲んでもらうともう全然わかる。そうなんですね。いいな、わかりました。はい、
はい、他にチンさん、ラスト5つ目、5番目におすすめの品教えてください。三元豚のプローズ、豚上ロースの豚で、よその酢豚と違うがなぜって思って、まず三元豚を使う。さっき言いました新鮮の豚肉を使って、うちの豚肉一切冷凍してません。なるほど。ランドの豚肉使って、もう一つはそのお酢なんですけど、お酢まろやかで、あのフルーティーの、あの香りが出るんですよ。柑橘系のフルーティー。例えば鹿児島の黒酢あるじゃん、あれも年数によって変わってくるんですよ。結構いい年数使っての、一番いい状態のあの黒酢でうち仕入れてるから、結構食べた瞬間にフルーティーの香り、爽やかの香りが出てきて、まだ柔らかくて、こうなんて穏やかな香りです。優しいお酢の香りが。結構人気ですよ、すごい。ねえ。そのプロジェクト違うんですよ。いや、ようやく唐辛子じゃないのが出てきたなと、とりあえず思いながら。優しい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 がフルーティーなやつなんですね。そうですね、フルーティーな、なるほど。もう、あゆみさん、いかがでしたか、三元豚の酢豚。美しい。なんかタレもね、美味しそうだったね。うん、綺麗ですよね。しょうこちゃんはいかがでした？やっぱ辛いお料理を食べたので、うん、ああいうちょっとさっぱり系の薄くなるんですよ ね、 ね、はい、辛いのもたくさん食べて、ちょっと甘酸っぱいのもすっきりさせてっていうのは、あのいいなと思います。食べたいです、うん。さあ、そしてゆうさんいかがでしたか。陳家子菜のこの酢豚はやっぱりこうかぼちゃとか、さっき写真の中にね、かぼちゃ入ってましたよね。こう甘、その素材自体も甘みを持ってる、はいはいはい、入れてるから、やっぱりこう創作料理的なセンスもね、うん、入ってるし、すごくやっぱり新鮮な感じがしますね、うん。実際の果物としては何な、イチジク的なのが入ってるんですか、これ。あのよく中国だとパイナップルが入ったりするんですよ、ね。パイナップルが入ってるのがなんか一般的なイメージがあるけど、うん。そうですよね。この白っぽいのが梨かな。梨ですかね。梨みたいな。山芋ですね。山芋。山芋ですか。また食感が面白いですね。これなんかフルーツは入ってるんですか、この中には。入ってないですね。フルーツは入ってない。フルーツの香りは、お酢自体の香りがあるんです。ちょっと安いお酢、ツンと頭、あの鼻にくる。あれはいいお酢じゃないです。うん、いいお酢。なるほど。まろやかですね。ああ、お酢自体がそっか、フルーティーってことなんだ。ツンと来ない。はい、わかりました。ありがとうございます。新しいメニューそろそろできますので、来月。素晴らしい。まだ日本はないの料理。おお、食べたい。何品か新しい料理あります。あ、なるほど、たくさんあるんですね、はい、わかりました。みんなで食べに行きましょう、はい、みんなで行きましょう、はい、うん、行きましょう、はい、ありがとうございます。また出てください。ありがとうございます。ありがとうございました。